こんにちは。今リンコパークのスイーツパラダイスの撮影に来てます。もうすぐスイーツ部門が始まりますけど、その前に出店の方にお話聞いてみましょうか。こんにちは。お忙しいとこ失礼します。どなたか出店のことでお話聞いても大丈夫ですか？はい、じゃ失礼します。まずどちらのお店ですか？横浜スイーツ&カフェ専門学校っていう。はい、この作品はタイトルは決まってますか？ポムポムロールっていう名前で。ポムポムロールです。ポムポムロール、ポムポムロール、ポムポムロール、はい、はい、かわいいですね。上に乗ってるのこれは何のお花ですか？バラをリンゴで作ったものになってます。はい、バラをリンゴで作られたそうです。かわいいですね。何かあとこのケーキについてみんなにアピールありますか？やっぱりこのロールケーキの一番見てほしいところはこのリンゴのバラの部分なので、そこが結構ポイントになってます。はい、じゃあ皆さんリンゴのバラの部分をよく見て、そして味わってあげてください。ありがとうございます。では次の出店の方のところに伺いましょうか。こんにちは。お忙しいとこよろしいですか？お店はどちらですか？僕らあっちのがオーナーなんで、はい、あっちのお願いします。どちら様、あっちの奥にいらっしゃるんですか？あ、女性の方ですか？はい、すみません、こんにちは。どちらのお店ですか？鶴見区の夜行にあるハッピーサークルドーナツと申します。はい、こんにちは。本日の作品について、はい、作品のタイトル何ですか？いちご&クリーム開口祭バージョンです。はい、この作品の特徴とかアピールしたいとかありますか？はい、いちごのショートケーキをイメージして、今回作りました。テーマが155周年ということで、何か開口祭をお祝いできるようなスイーツを作りました。横浜で、ショートケーキは横浜から、広がったということもありますので、開口祭はお祝いするのにぴったりの商品だと思います。はい、いっぱいいっぱい思いが積もった作品ですね。ありがとうございます。頑張ってください。はい、では続きまして、3組目の方はどちらにいらっしゃるのかな？フロランタンと申します。作品はどちらにご用意ですか？はい、見えないですね。はい、あ、影の方にじゃあちょっと行きますか。スカーフをイメージした、スカーフをイメージしたゼリーになってます。はい、タイトルはありますか？アニベルセルと言います。素敵ですね。特に苦労されたとことかありますか？ですね、気温が高いとゼリーの硬さがどの程度にしようかなというのが一番、はい、心配なところだったんですけれども、はい、いろいろなお味を楽しんでいただけるように、いちご味のお花とか洋梨のカモメとかオレンジ味のホカケブネとかを乗せたジンジャーエールの味のゼリーになっています。すごくハーモニーが楽しそうですね。頑張ってください。ありがとうございます。スイーツパラダイスにようこそお越しくださってありがとうございます。全部完食されてますけれども、はい、お味はどうでしたか？美味しかったです。美味しかったです。はい、この3つに投票される立場だと思うんですけど、はいはいはい、決まりました？決まった。あ、そうですか。ちょっと含んでいただいて、はい、いよいよゼリーに入られますけども。あ、そうですね。はい、今までの2つのお味どうでした？美味しかったです。そうですか。はい、ちょっとゼリー挑戦していただいて、今。はい、聞かせていただけます？はい、どれに投票されそうですか？なんと、
ゼリー。ゼリーに。どういうところが良かったですか？一番初めに取ったとき、周りがなんか、うん、青くなってるのに中が透明で、うん、色をわざわざ変えてるんでしょうね。なんつの？層になってる。あ、すいません。そんな風には見えなかったんだけど。ありがとうございます。あ、召し上がってみたら、本当にそうですね。一番下は。わざとそんな風に、あ、わざとじゃない。まあ、ちゃんと、うん、考えて作ってるんでしょうけど。あ、そんな風に作りながら。作っててくれてて、まあ、ここで冷たくて美味しかった。冷たかったですか？そうですね。皆さんね、そんな心配ですけど、冷たかったですか？良かったです。どうですか？なんか一番美味しいって聞いて、最後に残しておいたんですけど。ああ、そうですか。美味しいです。食べたことない感じで。不思議な、うん、初めての出会いですか？そうですね。そうですか。じゃあ、投票のお二人の結果は、ゼリーに行きそうですか？はい、行きます。はい。悩んでます。それぞれ美味しかったんで。あ、そうですね。じゃあもうちょっと悩んであげてください、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、では早速先ほどのスリープパラダイスの今召し上がってらっしゃる方にお話聞いてみますね。こんにちは。どちらからいらっしゃる？近く横浜です。横浜の方ですか？はい、はい、早速今、はい、ゼリーとそれからこちらのドーナツ食べました、はい。ゼリーとドーナツどうでした？ゼリーの方が僕はお気に入りでした。お気に入り、どんなとこがお気に入り？なんか意外とケーキが多いので、ゼリー多分初めてだったと思うんですよね。あ、今までに何回も来て、はい、何回か来てます。経験者さんですか、はい、そう、ロールケーキも大好きなんです。そうですか、はい、まだ食べてないよ。ごめんなさい、ね、大好きなのを最後に残すというタイプですか？そうなんですよ、だから最後に残してるんですよ。いいですね。はい、スイスパラダイスのイベントはどういうとこが好きですか？あ、なかなかお店で食べれないスイーツがここでいただけるので、いつも楽しみにしてます。なるほど、はい、横浜の名家になっていくかもしれないですもんね。はい、ありがとうございます。いい、頑張ってまた来てください、はい、はい、ありがとうございます。こんにちは、横浜市民の先ほどです。どちらから来たんですか？横浜市金沢区の方から。ありがとうございます。今2個目のロールケーキに行きましたね、うん、お味どうですか？めちゃくちゃうまいです。おー、そうなんだ、うん、じゃあドーナツの方もちょっとトライしてみてもらってもいい？食べてるとこね、ゆっくりにしたいので、ごめんなさい。ちょっとじゃあ一口目召し上がってもらいましょうかね。おっと、がっつりいきましたけど、一口目はどうですか？なんか甘い。甘い？そう。香りとかする？はい、いちごの香りがすごく。うん、で最初に食べたゼリーの感想はどうですか？バラバラとかじゃなくて、もっとっていうケーキ屋さんがある。ゆっくり考えて思い出して大丈夫よ。はい、とにかく甘いです。とにかく甘かった？ゼリーは何か感じるお味ってあった？一番この味がすごかったなみたいな。花みたいな、うん、お花みたいな、うん、これの部分がなんかすごく、うん、イチゴの味とか、うん、ラズベリーの味がすごく、うん、美味しかった。美味しかったですか？そうですか。じゃあ今3つね、ちょっと最後のドーナツちょこっと召し上がってないんだけど、どれに投票いきそうかなって思う？ロールケーキ。ロールケーキ、はい、こんにちは。ね、ごめんなさい。どうでした？あ、いいえ。一言感想どうですか？大丈夫でした？ではどうでしょう？感想に聞いてみてください。美味しいです。お母様でいらっしゃいますか？はい、こんにちは。今2つ目で、じゃあゼリーの方も挑戦してみてもらっていいですか？でも1個で200円とか。ごめんなさい。一口今からね、ゼリーの方ちょっと挑戦していただきましょうか。綺麗に作ってありますもんね。出ます。生クリーム、ね、無理ってごめんなさい。うまいよね。ちょっと一口愛していただきましょうか。お母様、お
ちょっと私が上げていただいていいですか。どうでしょう、はい、さっぱりしてて美味しいですね。さっぱりしてて美味しい。ここまで何かこうブルーベリーというか香りがきます。そこまではあまりないです。さっぱりめでして、うん、甘さがあるという下のベリーもすごいさっぱりしてて、うん、美味しい。あ、そうですか。じゃあね、なんかせかせてしまって申し訳ないんですけども、3つちょっと立てていただいて、どれが好きそうですか。ドーナツ。あ、ドーナツ、はい、どんなとこが良かったですか。結構ドライフルーツの感じで、はい、好きなので。あ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。